ドヴォルザークのチェロ協奏曲は多くの作曲家に影響を与えた作品です。チェロはバイオリンの調べとともに美しいメロディーを奏でます。ドヴォルザーク青年はチェルマーク家の2人の娘に音楽を教えた頃、長女に恋心を抱いたが失恋。数年後成功したドヴォルザークは次女と再会し結婚します。年月を経てドヴォルザークがアメリカにいた頃、妻の姉が病に倒れます。彼女が好きな歌の一節を第二楽章に書き加え、病人への思いとふるさとへの気持ちを重ね、祈るように静かに終わります。